いや、僕もちょっと言いたくないんですけど、まあでもやっぱり今からナースケくんとコラボ撮影をしていくんですけど、またナースケくんにはこの髪の毛切ったっていうことを伝えてなくて、この動画が上がってる頃には僕は髪の毛切りましたっていうような発表した動画っていうのが上がってると思うんで、皆さん知ってると思うんですけど、今現時点でこの撮影をしている頃にはナースケくん知らないんですよ。ということで、どんな反応すんのかっていうこのリアクションをちょっと見たいなっていうことでこの動画回してます。すごい体を絞ることに専念してこの1ヶ月頑張ってきて、1ヶ月で8キロ9キロぐらい落としました。やっとねチートできるということで、今日は一緒にチートデイを手伝ってもらおう、付き合ってもらおうと思います。はい、ということで皆さんこんにちは。こんにちは。めっちゃ久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶりです。大会の当日バスクチーズケーキみたいな食べた。それでもう食べて涙と汗飲みながら本当にね、もうシェイクですもんね。ここから行くんで、もうやばい。もう1ヶ月ちょいよ。いや、もう鳥肌立ちましたもん、マジでマジで戻るんです。いや、マジで見に行きたいですもう止めて止めてね。マジで、いや、マジでマジで、それ招待するんで、はい、まあ、9キロ落としたんですよ。シュッてなってます。そう、すごい。で、今えっこれからはアクトラはこれでいくから。いいっすねでもだいぶねぷっくらしたね。何キロ太ったの？いや、僕もちょっと言いたくないんですけど、10ですね。あ、でも10ぐらい太るんや。1ヶ月で10でした。でも僕が海外行っちゃったらなかなか帰ってくる機会もないし、多分コラボする機会もなくて、これがもしかしたらラスト爆食になるかもしれないということで、はい、減量後のチートにナスケ君付き合ってもらおうと思って。うわ、最高すぎますよ。ウーバーイーツを僕人生で初めて、プライベートでも一回もない。本当ですか？何これ、これにしようこれやばいな、これにしようぜ。え、本当にバケってるんで、こうやって歯磨きしながら明日から減量しようと思って朝起きて福間夢では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 、いただきまーす。いただきまーす。やば、これやばくないですか？うまっ。ヤンニョムチキンいただきます。うまっ、うまっ。でも絶対おいしいでしょ。ハニーマスタード、うわっ、何これ、うまっ。フィジックの大会出てるときは目標があって終わったからもう食べていいやみたいな。うんうんうん。でも今って通年通して減量期みたいな。まあそうっすよね。毎日ショーやるからもうアスリートっすもんね。そう、そういう感じになるから、なんかちょっとこれ食べても罪悪感あるもんな今後大会は出る？出たいとは思ってますね。なるほどね。うん、ハンバーガー美味しいっすね。うん、初めて見たこのハンバーガーさん。今日だけはいいじゃんハンバーガーみたいな感じで書いてたまあ今日だけはいいっすね。すごい肉厚っすね。今思ったらさ、なんだろうさ、日本食じゃないんやろと思って食べたいのが。確かに良かったっすか、これで。またやろうカリフォルニアロールってわかる？こういうやつ。あるのあるんすか？あれないよ、全部上にネタが乗ってることの方が少ない。ほんとですか？うん。結構僕海外興味あるんですよ、やっぱり。20カ国以上の人と俺は一緒に仕事するわけよ。20カ国？初めは通訳さんがついたりするんよ。見習いっていうか、ショーが始まるまでは英語にも慣れるために、海外の生活にも慣れるために通訳さんを3ヶ月、4ヶ月ぐらいつけてくれるんよ。会議室とかめっちゃおもろいんが、10カ国語ぐらいの通訳さんがいるわけよ。一気にこう、10カ国の通訳がバーってなってたりとか。知らない世界ですね、それは。うん。別にみんなが英語できるわけじゃないですもんね。そう。学生終わって卒業していったから、本当にすごいVIP タイプなわけやん。うん、すごい、カンパニーやなっていうのはもうびっくりしたね、最初は。すごいな。いや、俺もまだこれから行くんか世界と思ってるけどね、今全然。え、アクトレさんでも聞くたびにすげえなと思うんですけど、この人そういえばビジネス持ってるやんと思ってあの時まだ22歳とかで、本当に仕事それ入りたかったから、でもどうやって入ったらいいか分からん会社だったのよ、俺はね。なるほど。英語も分からへんから、調べ方も分からへんくて。英語分からなかったですか、本当に？ゼロ。んハワイユーって言われても分からなかった。んどうしようみたいな。だったら、テレビに出たら、どこでシルクスルー、シルクスルーってずっと言い続けたら、
絶対誰かしらチャンスくれるやんと思って、うーん、そういう思考でと思ってめっちゃ色んなテレビ出たの。もうほんま今からもめっちゃ恥ずかしいんやけど、いや知りたい、白のタンクトップ着て、目指したい、でそこに自分でシルクドソレイユ目指してます、ギブミアチャンスってマジックペンで書いて、で生放送とか出てない、マジっすか、でもアナウンサーの人に何ですかこれはって、僕チャンス掴みたいんで、すげえ、すごい T シャツ着てますね、そうなんですよ、これをもう皆さんにアピールしたいな、誰か一人もチャンスくれないかなみたいな、シルクドソレイユ目指してます、ギブミアチャンス、チャンスをください、すごいですね、ということは将来の夢は、はい、シルクドソレイユで一番活躍することです、貪欲さは変わんないですね、じゃあ夢にはまっすぐやんな、いや、ほんとそうですね、うん、僕もやっぱり貪欲なところですけど、うんうんうん、まあ、みんな貪欲です、類は友を呼ぶじゃないですか、確かに確かに、それはもう間違いないよね、でみんなで刺激し合って、うん、友達なんやけどやっぱライバルでもあるから、うん、いいのあげたなとか、みんな多分そう思ってる気がしますね、もう友じゃないとやっぱみんな離脱していくと思うよね、うん、だって YouTube なんて本当にこんなに忙しくてこんなに大変で魂とか身を削って続けていくにはやっぱりそれだけの目標とか、うん、切磋琢磨する相手がおらんと続けられへんな、うん、YouTube はいっちゃ難しいですね多分、うん、クリスピードーナツ僕初めて食べました、これミスタードーナツじゃないの、これ多分ミスタードーナツの2番手ぐらい、あ、わかんない、それちょっとわかんない何2番手ってこともうシルクロスレイユの話多分一生聞いてられますわ、まあ確かにね、面白いよね、めっちゃ面白いです、絶対に日本じゃ起きないようなことやから、会社が全部お金払ってビザも取ってくれてさ、飛行機乗るだけで、え、ビザも取ってくれるんですか、もちろん、すごっ、それどこで評価されるんですか、逆に真面目にやってたりとか、あ、そういうのあるんですね、ある、向上心があるかとか、あ、そういうのもあるんです、ある、お国柄によってはやっぱ遅刻してくる国の人もいっぱいいるし、ぐちぐちさ上司に言いながら仕事したりとかいう人もいるわけよ、中にはやっぱりいる、まあ日本人はそういう意味ではさ、身の回りちゃんと綺麗にしたりとかさ、汚れてるもんがあったらさ、掃除したりとかさ、はい、それがもう素晴らしいって言われる、うん、でも日本やったら普通やん、うん、それができる人がいっぱいいるから、それもまあ評価されてるとか、それは言われるよ、まあでもなんか階級みたいなのあるんですか、マスタークラスみたいな、あ、それはね一応お金やな、あ、一本のギャランティーが違うんですね、やっぱ人によって違う、さっき言ってたホテルの会社も違うしみたいな、うん、もう結構露骨には見えるよそういう部分は、まあそうなんですね、まあ言わへんようにはなってるんやけど、はい、めっちゃすごいお金もらってんだなこの人っていう人ってどういう遊び方するんですか、みんなお酒飲むの好きやから、なるほど、で高い酒飲んで、うん、まあでもやっぱでも体のことに気を使ってるから、すごい飲んでもバカみたいなもの飲まへんみんな、はい、ということで今回はね、まあ、もしかしたらラストということで、全然でも実感ないっす、アクトレさんがどっか行っちゃうっていう、あ、確かに確かに確かに、うん、もうずっとやっぱり一緒だったんで、うん、すごい、まあめちゃくちゃ会いましたもんね月1月2では出たはずだし、絶対会ってるこれからね、まあ、ナスケ君もめっちゃ頑張ってくれると思うから、それはねちょっと海外から応援しながら、ナスケ君もなんかこう僕の活動を、いやもう見に行きますよ、見に来てもらってね、はい、はい、ということで大会終わってからは初やんな、いやもう初でしたね、もうめちゃくちゃ美味しかったです、元気そうでよかった、でもいやーもうバカになってますよもう、まあ、ということで皆さんね、まあ、今回は食べながらねいろんな話をさせていただいたんですけど、今後ね僕も海外で活躍するように頑張りますし、なつき君も国内でね、まあ、ジムも立ち上げたとこやし頑張っていってくれると思うんで、ジムもよかったらぜひ皆さん見に行ってみてください、よろしくお願いします、それでは今回はこれで終わっていきたいと思います、また皆さん次回の動画でお会いしましょう、さよなら。